はい、ではこれから下半身のトレーニングしていきたいと思います。頑張るぞそれでは体幹トレーニング始めていきたいと思います。俺の声入ってもいいよ。はい、はい、お尻を上げて体をまっすぐ、はい、できたら目線は前、そうですね、はい、これ30秒キープしましょう。結構長く感じますよ。はい、右足をそのまま5秒キープ。できるだけ高く。はい、1、2、3、4、5。はい、今度逆足5秒。はい、OK。一回ちょっと、はい、下ろしてください。はい、腰を浮かせてまっすぐ、はい、上の手を天井向けて指先見ます。はい、ここから足を上げて10秒キープ。はい、 OK、 下ろしてください。はい、今度逆に頭向こう向けて、うん、休みながら股関節ちょっとストレッチしてください。はい、いいですよ。はい、そしたら肘ついて、はい、体まっすぐになってることを確認してるね。そう、はい、そこから腰浮かせて、はい、上の手天井を向けて目線指先、はい、上の足を上げます。はい、キープね。はい、OK です。はい、その手は軽く、うん、はい、この状態から右足だけ上げてください。そうそうそう、うん、はい、その状態からゆっくりお尻を上げて、そうで、足をちょっと下げる、体のラインと一緒に、そう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 、はい、これ10秒キープ。はい、一回下ろしてください。今度逆の足いきましょう。はい、はい、そのまま上げてキープ。そう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 、もうちょっと上げかな、左足。 OK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 、 これぐらいで、うん、はい、OK。 はい、下ろしてください。で、そのまま今度は両手をこうで、肩甲骨を浮かす、わかる、伸ばして肩甲骨を浮くじゃん、うん、こう中心だけ、うん、そうそうそう、その状態からお尻を上げる、両足に、そうそうそう、さっきと同じパターン、ただ肩甲骨がついてない分視点が狭くなるからちょっとバランスが取りにくくなる、うん、はい、この状態をキープしながら左足だけを上げる、そうそうそう、で、お尻が下がっちゃうからもっと上げる、キープしながらグッと、そう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 、はい、OK。 今度逆の足、右足グッと上げてから、で、肩甲骨を浮かすのも意識忘れないで、 OK。 はい、いいですよ。 OK。 いかにも最初は狭いところから少しずつ全部広げていきますってイメージを出すから、はい、いいよ、スタート。自分のペースで、はい、いけるとこまで。で、床と体が平行になるとこまで持っていく。はい、はい、これでキープ。10秒。7、8、9。はい、ゆっくり戻していく。今よりもちょっと広くて。で、指先をちょっと外に持っていく。
はい、そのまま骨盤立てて、グッと寝てる骨盤をグッと立てる。そうそうそう、そのままの状態から真下に。で、最初骨盤が分からなかったら手持ってていいから、もう慣れてきたらできたら前とか。そうそう、そのまま、はいはい、沈みます。そう、ゆっくりです。そうそうそう、で上がる。はい、ゆっくり息吐きながら呼吸止めない。はい、これ10回いきましょう。もうちょっと下まで下ろせれるんだったら、もうちょっと下までぐーっと落とし込む。そう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 、1,2,3,4,5 OK。 今度逆、これ頭反対向けばいいですか？ん、頭反対、そのままでいいですか？あ、いいんじゃない。別にこれはさっき見えてるからね、手とあれが見える。1,2,3,4,5 OK。 じゃあこれを中心に5回ね。はい、せーの、1,2,3,4,5 OK。 上がらな、はい、の伸ばす、はい、そのまま伸ばす、はい、そのままゆっくり下に下ろす、地面ギリギリ、はい、ここキープ、5秒ぐらい、4、はい、上げる、はい、下げる、はい、5秒キープ、1,2,3,4,5 はい、上げる、ラスト1回、はい、下げる、5秒キープ、3,4,5はい、OK、上げる、はい、いいですよ。頭の後ろで手を組んで、うん、はい、肩甲骨を完全浮かす状態で、さっき言った丹念のところに意識を持ってって、グッと、はい、そのまま起き上がっていく、グーッと、で、溝落ち見るようなイメージ、グーッとグーッと、はい、それキープ。で、意識はこの上の方ね。はい、ゆっくり下ろしてください。これを繰り返しましょう。これ5回やろうか、2回、自分のペースで、息は止めないでよ。はい、はい、はい、週に2回頑張っていきましょう。でも無理はしないようによろしくお願いします。バイバーイ。